西の峡谷から離れた場所からも雷が鳴ってるってはっきりわかるなんてな。なんだか怖いです。あそこにカラントがある。待ってください、人がいます。本当だわ、どうしてあんなにたくさん。こんなに寄ってたかって一体何してるんだ。それにあの格好、何かを祈ってるみたいだ。話を聞いてみますか。雷の情報を集める必要がありますし、ミディナさんのことも何か知っているかもしれないものね。すみません、ここで一体何を。雷を収めるべく、ここで最高司祭様に祈りを捧げているのです。救いを待っているのです。救いを。はい、私の天職は木こりなのですが、落雷の影響で切るべき木が焼け焦げてしまったのです。故に私は天職を失いさまよっておりました。私は狩猟地で働く小作人ですが、高額の税を納めるために食べるものもなく、娘は病にかかって倒れました。そんなことが。一体なぜここにいるんですか。この世界の救世主様が率いる神聖氷教会の方々に私たちは使命を授けられました。神聖氷教会。この世界の氷の乱れ、人々を襲う災厄は全て偽りの氷教会が引き起こしたもの。救いを求めるのであれば、我ら神聖氷教会の救世主と彼女が導く選ばれし民のもとに集え。選ばれし民に救世主。それはまるで。あなたは救世主に会いましたか。いいえ、私どもは救世主様への拝謁を許されておりません。私は選ばれし民よりこの地にいるようにと使命を受けたのです。それってなぜここにいろと言われたんです。それが私の果たせる使命であり、果たした暁には雷を止めることができると聞きました。なんでそんな嘘を。どうやらその神聖氷教会はろくな教義を広めてないみたいだな。ええ、メディナ殿がどこまで関わっているかは不明ですが。おお、かかったかかった、生贄作戦成功。つうか俺の出る幕なくね。やっぱこういうのはおとり作戦に限るよな。生贄死ぬ前に仕留めるとか、さすがだわ。おとりだと。なんだあんたら、人の獲物横取りする気かよ。あなたたち、おとりとは。まさかこの人のことを。何切れてんだよ、意味わかんねえ。人をおとりにするなんて非道だわ。非道。いや、俺たち魔獣の討伐のために選ばれた戦士だし。生贄一人や二人おとりにして何が悪いんだよ。生贄だと。こいつらは神聖氷教会の協力者だ。俺たちの代わりにカラントの番もしてくれて、おとりにもなってくれる。あなた方、恥を知りなさい。罪なき民を利用するなど何を考えているのです。お前たちの目的は何だ。救世主様ができるだけ多くの魔獣を倒して身を集めろって言うから、効率のいい方法を試しただけなんだけど。身を集める。まさかカラントがつける身のことか。一体なんでそんなものを集めているんですか。さあ、それはよくわからんな。救世主様の命令に従ってるだけだし。命令。やはりメディナ殿が。
まあなあ、それにしてもこいつらいい鎧着てるぜ。生意気だって思わねえ？いっそのこと奪ってやるか。ほう、そうしようぜ。なんだかすごく不穏なことを言い出したよ。ああ、そうみたいだな。でもさ、追い剥ぎしろって命令は受けてねえぞ。バカだな、追い剥ぎしろとは言われてねえけど、魔獣を倒して身を集めるためには強い装備が必要だろ。おお、そうだった。やっぱり物は考えようだよな。よし、それじゃあ行くぜ、救世主様のために。救世主様のために。どうやら貴族のように命令をねじ曲げて解釈する輩のようですね。仕方ない、やりすぎないように戦って懲らしめよう。こいつら本気で強えじゃねえか。こうなりゃガキを人質にするか。ゼル、いいですか？いいわよ。ありがとう、リネル、フィゼル。情報を聞き出すための相手を殺しちゃうのはダメだって聞きましたので。へへ、そのためのマヒドクよ。選ばれしお方を傷つけるとは。あなた方はもしや偽りの氷協会？なんとしてもこの花だけは我らが守り抜き切らせない。なんだって？最高司祭様にここで祈りを捧げ続ければ私の娘は帰ってくる。彼らはそう言った。私は再び天職につける。そしてあの方々は食事も与えてくれる。私たちはここを動くわけにはいかないのです。あなた方には酷なことかもしれません。しかし聞いてください。どんなに祈ろうとあなた方の望みは叶うことがない。なぜなら彼らの言ったことは偽りであるためです。そんな最高司祭様からの拝命を受けたまわったという神聖氷協会の言葉が嘘であると？最高司祭様は絶対の存在。そのお方の言葉が嘘などと信じられるはずがない。まずい、これ以上考えると。さっきの奴らは悪い奴だから痺れさせたけど、これは眠り毒だよ。痛くないです。ありがとう、二人とも。このような無垢の民まで利用し、彼らはカラントを守らせ魔獣を狩ろうとした。一体何が目的なの？魔獣を狩る行為とカラントを守る行為、
なぜこんな真逆の行動を同時に取る必要があるんだ。神聖氷協会、それが彼らの属する組織、そして救世主メディナ殿がおそらく彼らを率いている。にしても今の氷協会や対策本部が偽りの組織だなんて人聞きが悪いわ。ハーシリアンってやつが言ったのと同じね。メディナは彼の指示で動いてるのかしら。ああ、でもメディナの足取りやその神聖氷協会に属する人たちがどこにいるのか彼らから聞き出せるかもしれない。ねえキリト君、この人たちがさっき言ってたのって。ああ、装備におとり作戦、まるでリアルワールドのある場所で使う言葉みたいだったな。なあアリス、このカラントを切ってから一度彼らを対策本部に連れ帰って調査してもいいか。カーディナルに調べてほしいことがあるんだ。そうですね、彼らを野放しにしておくと何が起こるか分かりませんし、花を守っていた者たちも一緒に連れ帰り、私たち対策本部の情報が正しいと混乱させないように説明しましょう。そして冒険者たちからはメディナ殿の情報を聞き出すのです。